北近畿丹後鉄道、KTR700 系軌道車及び、KTR800 系軌道車は、1989年に、北近畿丹後鉄道が導入し、2015年4月1日からは、ウィラートレインズで使用されている軌道車である。北近畿丹後鉄道が、特定地方交通線であった西日本、旅客鉄道宮津線の転換を受けるにあたり、 1989年12月と1990年3月に、富士重工業で製造した警戒機動車である。富士重工業が、地方交通線向きに開発した警戒機動車、LEDC の流れを組む車両であるが、実は NDC であり、車体長は20メートル級に延伸されるなど、この系統の機動車では、最大級のものである。製造数は、 和式トイレ付きの KTR700 型が9両、トイレのない KTR800 型が3両である。両形式の主要所元は、トイレの有無以外基本的に同一で、最大長 2500mm、最大高 4053mm、最大幅 3190mm、時長33.9トンである。全面形状は、先行の MF100 系。 MF200 型とほぼ同一の衣装であるが、本形式では前面窓が車体側面に回り込んだパノラミックウィンドウとなっている。側面には2連式の一段加工式窓が並び、片開き扉が両端にあることから、外観はかつての急行型車両のグリーン車を彷彿とさせる。座席は新幹線0系電車の普通車で使われた国鉄の W-12 に、 暖房用温風出口と足置きを追加した上、中間の肘掛けを除いた形状の二人掛け転換クロスシートが並び、定員は KTR700 型が115人、KTR800 型が114人である。車体色は水色に、千歳緑と扉の帯が倉下に巻かれており、客用扉と全面間通扉はステンレス無塗装でアクセントとしている。 全車が新生児からワンマム運転対応設備を装備している。機関は新潟鉄工所製の 6H13AG で MF100 系、MF200 系の 250PES より強力な機関を装備している。台車はボルスタレス式の FU38D、FU38T である。KTR700 系機動車更新前 KTR。 800系機動車更新前 KTR700 系、機動車の車内座席のテーブルと灰皿ここでいう、一般職は、タンゴブルーの車両である。KTR700 系、KTR800 系全車両が、西舞鶴運転区に配置されている。宮津線の西舞鶴と8日間の前線で、使用されるほか、タンゴはお待つ車両の708号車は、宮福線にも乗り入れ、 福知山まで直通する。かつては一部列車が豊岡から JR 山陰本線に乗り入れ、木の先まで運転されていた時期があったが、1999年10月2日のダイヤ改正で廃止された。通常は単行でワンマン運転を行うが、通勤・通学時には2両編成での運用もある。過去にはお盆やカニシーズンなどの多客機に車掌が、 乗務する3両編成で運行されたこともあるほか、MF100 系、MF200 型と連結して運転されたこともあるが、近年ではいずれも見られない。2008年4月1日から701号車が乗ってみたくなる、KTR トレインデザインコンペ最優秀作品に選ばれたデザインをそのままラッピングされた単語夢列車として運行されている。 2010年3月19日から709号車が乗ってみたくなる KTR トレインデザインコンペ入選作品に選ばれた単語夢列車2として国際式のラッピングが施され運行されている。なお、この時にロングシートに改造され多目的利用を目的として通路に畳が敷けるようになっている。2011年12月3日から705号車が映画オン とのコラボレーションによる軽音、ラッピング車両となった。なおこのラッピングは地元ボランティアの手で行われた。2012年10月2日から2013年3月31日の期間で705号車が宇宙戦艦ヤマト2199とのコラボレーションによるラッピング列車となり運行された。KTR サポーターズクラブ及び京都クメックス2012。 オフィシャル事業、ゴータンとの共同企画であり、プロダクション IG の協力のもと、制作委員会とのタイアップ企画として実施された。運行計画は事前にホームページで案内されていた。ウィラー・トレインズに運行移管された後では、2018年11月10日から2019年5月末まで、リ・ゼロから始める、異世界生活の劇場版公開記念のコラボレーション企画として、 705号車にラッピングが施されて運行された。単語夢列車ラッピングの KTR701 号車、単語夢列車2ラッピングの KTR709 号車、軽音。ラッピングの KTR705 号車、宇宙戦艦ヤマト2199ラッピングの KTR705 号車2013年に、座席定員制列車、単語赤松号、単語青松、合用に、 KTR-700K2 両が内外装の改装を受けた。該当車両は指定席車赤松が k t r 7 0に、自由席車青松が KTR-708 である。デザインはインダストリアルデザイナーの水戸岡英二が担当し、木材を多用した内装やサービスカウンターを設置した。和式トイレは洋式トイレに簡易改造したが、車椅子対応ではない。 両車は3月29日に搬入され、4月7日に京都駅での展示を行った後、4月14日から運用についている。さらに、KTR800 系一両がコミューター車両としてリニューアルされ、同年10月下旬から普通列車として運用された後、11月1日から本格的に運用を開始した。コミューター車両は赤松と連結して運行するほか、 通常の普通列車にも充当されている。その後、KTR700K1 両も、コミューター車両としてリニューアルされている。2014年には、単語黒松合用に、KTR700K1 両が改装を受け、黒松車両として、同年5月25日に運行を開始した。デザインやモチーフは、 上記に車両と統一したものとなっているが、海の京都の走るダイニングルームをコンセプトに、車内にキッチンを備え、食事の提供を前提とした車両となっている。なお、丹後黒松号は、定期的に運行されるルートが変更される。なお、赤松、黒松は完全な観光型車両であるのに対し、青松は、在来車両と同様に普通列車としての運用が、存在する。 ありがとうございます。